Cultivation. So much innovation. Cultivation. Radio. Check. こんにちは、みぐりの時です。こんにちは。はい、はい、今回の、ラジオでは、ゲストとして、東海大学兼耳ぐりのリサーチャーである富田さんに、ご参加いただいてます。富田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、富田さんとはデザインラジオというのは実は2回目3回目ぐらいにはあるんですけども、はい、はい、お久しぶりという感じではありますが。お久しぶりです毎日のようにオンライン会議してますが、はい、お久しぶりです。はい、そうですね。でちょっと今回はですね、先日、6月末にですね、デザイン学会、日本デザイン学会というところの、研究発表がありまして、そこで、私と富田さんもそれぞれ発表をしていたというところで、ちょっとその発表を振り返りながらですね、デザインの研究についていろいろお話をしていきたいなと思っております。はい。で、まずそうですね、今回ちょっと取り上げるこのデザイン学会っていう、なかなかこう学会に関わる機会がある方も少ないかと思うので、デザイン学会ってどんな学会なのっていうところも最初に少しご紹介できればと思うんですけれども、そうですね、デザイン学会は私も富田さんも結構長く関わって発表したりする機会もある学会ではあるんですけれども、割とこう、デザインの学会で、幅広くいろんな分野のデザインを扱っている学会ではあるんですが、割と特徴としては本当にこういろんなデザイン活動、本当にデザインの実践に関わっている人たちがこう発表しているっていう、その研究発表しているっていう印象が強いかなというふうに私は思っていますね。富田さんはいかがですかね。デザイン学会ってどんな学会って言われたら特徴的な部分ってどう思いますか？そうですね、一番大きいデザインの研究なり実践をされている方で、一番所属している学会なんじゃないかなと。で、特に研究部会がすごくたくさんありますよね。例えばプロダクトデザイン部会、家具木工部会とかですね、環境デザイン部会、ファッションデザイン創造性研究部会とかですね、子どものためのデザイン部会とか、かなりの数があるのと、あと地区ごとに北海道地区支部とかですね、関東地区とか、九州とかですね、いろんなところで、いろんな人たちが部会に分かれて活動しているというところも特徴かなと思いますね。そうですね、確かに、はい、かなりその年一でこういう研究発表の大会はあるんですけど、結構部会ごとの活動もちょいちょいあるのが特徴かなというふうに思ったりしますね。はいはい、というところで、今回はですね、このデザイン学会で今年その大会で発表した内容を少しお話ししていこうかなと思うんですけれども、今年のこの発表で私と富田さんがその、いろんなこう部会があるっていう話しましたんですけども、発表した今回セッションとしては、こう足元の Y を問い直すデザインっていうちょっと特徴的な名前のついたセッションで発表したわけですよね。はい、はい、足元の Y を問い直すって声だけ聞くと、その Y が 何のことなのか、アルファベットの Y なのか、あと私って意味の Y なのか、ちょっとわからないので補足しますが、足元っていうのは、身体の足ですね。その中の Y っていうのは WHY、ね、なぜの部分の Y を問い直そうとするデザインっていうテーマになってます。そんな名前のセッションあるんだっていう、結構かなり特徴的なテーマのセッションではあったんですけども、結構発表内容としてはかなり自由度は高くて、それぞれがどんないろんなデザイン取り組んで、そこで、どういうこうバイを持ちながら活動しているのかみたいなことを結構本当にこうなんですかね、各自のこうデザイン実践を語るみたいな感じが特徴的かなというふうに思ったりしますね。はい、その中でも、Y を問い直すって言って、本当にどういう問い直しがデザインの中であったのかみたいなところにも触れている発表が、比較的多いかなっていうところが特徴かなというふうに思いました。はい、はい、というところで、じゃあちょっと、このラジオではですね、
まあ、まず私が発表した発表を取り上げながら少し一緒にお話ししていこうかなというところなんですけれども、楽しみにしてます。はい、でそうですね、じゃまず私が今回どういう発表をしたのかっていうところを、簡単にご紹介できればと思ってまして、はい、そうですね、でちょっとあの YouTube で見てる方にはちょっと画面でも少し共有しながらご紹介しようかなと思うんですけれども、あの、まあ、私が今年その発表した、発表のこのタイトルというのがですね、まあ、デザイナーの実践地を組織へ開き巡らせていく方法の探求というテーマで発表をしていました。で、あの、これ、まあ、どういう発表かっていうと、まあ、今まさに私が耳ぐりの中で実践している、まあ、私自身のデザイン実践話をこう発表したっていうような発表にはなっているんですよね。で、まあ、結構私も最近はここ数年はリフレクションの研究をやっていて、で、まあ、特にその中でもデザイナーのこのデザインの実践をこうリフレクションするっていうところを結構あの大事にして活動してきているのもあるので、まあ、そういうまあデザイナーの実践地っていうのをまあどうやって組織にこう開いていったらいいのかなみたいなところに関心を持って活動をしてきたりします。はい、で、まあ、特に今回の発表のまあ問いとかまあ問題意識を中心に据えているのがまあこの辺りになっていて、やっぱりその組織の中には、まあ、個人の暗黙知っていうところがすごく多くあってですね、まあ、特にその中でもデザイナーってどうしても暗黙知が多くなりがちだなっていうところを結構前からあの、まあ、大意識というか問題意識として感じていたところがあって、なんかそのデザイナーのこう、まあ、個人に閉じているこう実践地っていうのをもっと組織の中で、まあ、開いていったらもっといろんなデザイナーのこう持ってる力っていうのを組織の中で使えるんじゃないかみたいなところを結構ずっと前から考えてみてですね、まあ、そんな背景もあってもうデザイナーの実践地っていうのをどう、まあ、暗黙知をどうやってこう見つけていったらいいのかみたいなところでこうリフレクションっていうところを少し焦点を当てて、まあ、いろんな実践とか研究をしてきたっていうところが背景としてありました。はい、なので、まあ、今回は、まあ、特にその組織でこのデザイナーの実践地を生かすにはどうしたらいいのかっていうところにちょっと焦点を置いて、まあ、いろんな、まあ、活動をやっているというところの研究を発表したという感じですね。はい、で、そうですね、ちょっと発表内容全部紹介してると時間がかかっちゃいそうなので、どうですかね、はい、まあ、ちょっとこの、まあ、今回発表するにあたって私の中で一個仮説を立ててみたものがありまして、でデザイナーが使う実践地をちょっとあの私のかなりこう主観によってるんですけれども、こう分類をしてみましたっていうところの図をあの、まあ、研究発表の時にも出していて、はい、まあ、どういうあの分類をしていたかっていうとですね、まず、まあ、あの4象限の軸を作って分類した図になるんですけれども、こう、縦軸は、まあ、組織に開かれた地かどうかっていうのと、まあ、個人に閉じた地かっていうところで、まあ開かれたと閉じた、まあ、個人に閉じた組織に開かれたっていう軸を作っていて、で横軸の方は、固定された地と変動性を持った地っていう形で、まあ、具体と抽象ですねという形でちょっと横軸を作ってちょっと分類をしてみたっていうような実践地の分類をしています。で、まあ、なんで、まあ、こういう分類で考えてみたかっていうと、結構こうリフレクション、いろんな実践したことをリフレクションしてこう実践地を見つけていこうっていう活動をしたときに、なんか見えてくるその実践地にもなんかいくつか種類があるなっていうのをなんとなく肌の感覚として持っていて、はい、なんかこうこういう時、こういう状況の時はこういうことするといいよっていうこの、まあ、行為としての地っていうものもあれば、なんかそれだけじゃなくてなんかもう少し幅広くなんか応用を発展させていけるような可能性を持ったなんか、広がりのあるというか抽象度の高い、地域構造な
何か構造的なものを持った地っていうのもあるんじゃないかなっていうことを感じていて、で、はい、こういう分類を考えているっていうところがありました。でこのあたりかなり私の主観で作った分類にはまだなっていて、まさにいろいろ実践しながらまだまだこの分類自体も今探求中っていう感じにはなるんですけれども、まあ、最初にこういう仮説を立ててみた上で、まあ、いろんなまたリフレクションを実践してみて、そこから見えてくる地っていうのがどういうものなんだろうかっていうのをご自分なりに考察をしてみた内容を今回の研究発表で発表したっていう形でしたね。はい、この図はすごくなんかもうしっくりきたというか、確かになぁと。組織に開かれる地と個人に閉じた地、はい、っていう、まあ、まずはこの2軸はもう大前提としてあるかなと思ったんですけども、うん、確かにこの状況固定された地っていうのが僕の解釈だと状況的な地、はいはい、まあ、特殊な状況の中で具体的にこういうふうにしていくっていうような地と、もうちょっと抽象的な、いろんな状況でも使える地っていう、その2つをこうさらに加えたところが非常に面白いなと思って見てました。うんうん、そうですね。なので私もまあ単純に個人に閉じた地と組織に開かれた地って、まあ、この図で言うと縦軸の分類だけじゃなくて、なんかそれとは違う、なんですかね、その地の、まあ、具体性とか抽象度みたいなところの違いを感じたところがあったので、ちょっと分類してみたっていうところがありました。はい。はい、で、まあそうですね、まあ、ちょっと最初にこの仮説もありつつ、まあ、この今回の研究発表では、実際にこう私が、まあ、とあるこうワークショップをやった時のそのワークショップのプロジェクトをこうリフレクションして、そのリフレクションからどういう地が見えてきたのかっていうのをこう自分なりに考察しているっていうことをやってたんですね。結構このリフレクションの考察が個人的にはすごい面白いっていうのがあって、このリフレクションした時のまあこれもオンラインでやってたので、Zoom で録画を撮ってたんですけど、なんかこれを自分で録画を見返しながら、なんかそこでどういうことが話されて、何が起こってたのかっていうのをこう録画見ながらひたすらこう分析、考察していくっていうのをやったのは、結構個人的にはすごく面白かったですね。なんかなんてもうリフレクションのリフレクションって結構私はなんか最近メタなことめちゃくちゃやっているんですけど、なんかこうやって自分の、私の場合リフレクションっていう実践をまたこう考察していくっていうのは、結構実践研究としてはすごく面白い部分だよなっていうふうに思って取り組んでいたりしますね。はい、でどうしようか、ちょっとあんまり細かく紹介してると時間かかっちゃいそうなんです。ざっくり概要としてはこのぐらいにしておこうかなと思うんですが、なんかこう富田さんの視点でこう私の発表のなんか気になる部分って何かあったりされますか？そうですね、もうちょっと具体的にこのリフレクションする行為の面白さ、はいはいはい、そこをちょっと滝さんにお聞きしたいなと思ったんですよね。リフレクションってすごく、はいはい、特に組織でやっていくときってなんかちょっと面倒くささというか、うんうんうん、なんかもう終わったんだから次行こうよっていうような感覚になるかなと思うんですけど、僕自身もリフレクティブなことを通して、まあ、研究的な地を生み出すってことはよくやってきて、それが正直面白いんですよね。滝、うんうん、さんから見てこのリフレクションのこと醍醐味、はいはいはい、さらには、個人でやるんじゃなくてこう集団的にやる時の醍醐味みたいなところをお聞きしたいなと思ったんですが、はい、あ、そうですね、もあんまり最近リフレクションやりすぎて、なんかそこの前提説明を飛ばしがちっていうのがあるんですけども、なんか改めてそのリフレクションの何が面白いのかっていうところで言うと、私が感じてるのは、例えば今回紹介したちょっと研究発表で触れた事例とかで言うと、まあ、これの場合も、まあ、最初にその、まあ、ワークショップを一緒にやったみゆぎのメンバーと、その、まあ、要はプロジェクトメンバーでリフレクションしましたっていうのを最初にやったんですけど、なんかもちろんそこだけでもいろんな発見があった、ここってこうだったよねとか、ここが良かったよねとか、ここは今度やるならこうした方がいいよねみたいな、なんかいろんな
気づきを得られるっていう面白さはもちろんありつつ、なんかやっぱりリフレクションってなんかその当事者やるだけでもいいんだけど、なんか それだけだとまだもったいなさがあるなっていうのを最近感じていて、でこの時もなんかこう自分たちでそのプロジェクトメンバーだけだとなかなかこう自分たちのこのプロジェクトの良さってなんかいいところどこだったんだろうみたいのが、なかなかこう自分たち自身だけで見出すのが難しかったなっていうのが実際やってみた感覚としてあって、でこれをこのワークショップ案件に関わってない別のメンバーになんかこういう案件ワークショップやってこんなリフレクションしたんだよっていうの話を別のメンバーに聞いてもらうっていうのを、ちょっと第三者に聞いてもらうっていうのことをやったことでなんか見えてきた実践値っていうのがあったっていうのがすごく面白かったなというふうに思いました。はあはあ、案件外の、はい、案件内のメンバーでやるのと同時に、はい、そのリフレクションの内容を案件外の人たちそうですねに聞いてもらうと、その人たちにそうちょっと開いて聞いてもらうっていうのをすると、なんかこれってこういうことだったんじゃないのみたいな、はい、ちょっとその外から見た視点が入るので、こう自分たちでは気づけなかった、ここでこの実践ワークショップっていう実践の中で起きていたことが何だったのかっていうのが少し見えてきたっていうところがありました。これ今、まあ、ちょっと映像では非日常みたいなキーワードが出てますけど、はいはい、外部の人たちってどういうこうコメントをしていくんですか。具体的にな活動内容は分からないわけですよね、はい、まあ、ディティールは。で、そういった人たちがリフレクションの内容を聞いたときに何を、あ、そうですね、でこれをですね、その面白かったのが、ここでこの第三者に聞いてもらうということをして結構面白かったのが、はい、今回のこのリフレクションの場合ではそのワークショップ、一つのワークショップを題材にリフレクションしてるんですけど、その第三者として、話を聞いてもらったメンバーも、ワークショップっていう活動自体がどういうものかっていうのをなんとなく知っている、その今回のワークショップそのものの詳細は分かってはいないけども、ワークショップをやるときになんかこういうことが難しいよねとか、なんかここがなんか良さだよねっていうところはなんとなくそれぞれワークショップをやった別の案件でやったことがあるっていうメンバーであったりはするので、はいはい、なんかこう自分の別の実践に当てはめながらワークショップってなんかこういうところ難しいけどどうしたらいいんだろうねみたいな、こうちょっと全くの第三者っていうよりかはちょっと自分事としてワークショップっていうものを捉えながらこう対話をしていったところが結構大事だったのかなっていうふうにも思ってしましたね。ああ、なるほどなるほど。他人のことを自分に一回置き換えて考えて、はい。で、あ、そうですね。で、最初はそのワークショップ、はい、この時のワークショップをやった担当メンバーが実践を語るんですけど、はい、なんか次に第三者のメンバーがなんかそれをこう自分ごととしてか自分もワークショップをやるって時においてはこうだなみたいな感じで、なんかだんだんこう第三者のメンバーもこう実践をこう自分のこととしてナラティブに語り始めるっていうことが起こっていたっていうところが結構面白かったなと思いますね。なので結構その第三者もちょっと一歩引いたところからでも自分の実践においてもこうだなっていうナラティブの語りがここに入ってくるので、なので割とこう抽象的なこうなんですかね、実践の構造、ワークショップっていう実践の構造においてはこういう地がありそうだねっていう、こう実践地のなんかモデル構造としての何か地っていうのがだんだん見えてくるっていうところにつながっていったっていうのがあったかなっていうのが、まあ、この時のこうリフレクションで起きていたことの考察っていう感じになってますね。ここにキーワードの提示ってありますけど、はい、これはどういうことなんでしょうか。はい、そうですね、これも結構面白くて、はい、実践をこう振り返りながら、はい、ナラティブに当事者が語っていく中で、なんかその実践の語りを聞いて、はい、あ、なんかここがポイントになりそうみたいなところでなんかキーワードを上げていくっていうところが起きていて、そのキーワードが出てくると、あ、確かにそのポイントありそうだねっていうところに触発されて、なんかその実践、ここで起きていた実践ってこういうことじゃないっていうので、なんかモデルが描かれたりとか、
またさらにこう実践の解釈を深めるような語りが生まれたりとかっていう感じで、結構こうその場にここが重要じゃないかって出されたキーワードをこうだけにして、さらにこう対話が深まっていったりとか、実践地ってがどういうものかっていうところの考察が深まっていくっていうところが起きているっていうのがあったんじゃないかなというふうに。面白いですね。ここでいう例えばキーワードは非日常とか、はい、魔法使いとか魔法をかけるみたいな、はいはいはい、そういうキーワードが上がっていて、ある意味こう抽象度を上げていたり、こう何かに例えてメタファーみたいな形で実践を外部の人たちがこう評価していくというか解釈していく、そこがヒントになって、その自分なりのモデルみたいな、実践のモデルが構造化立体化されていくみたいな、はい、そういうステップがあるってことですよね。そうですね、結構そのこのキーワードがそういうメタファーだったりとか、いろんなこう解釈を広げられるようなキーワードになっていることで、こう実践のこう解釈が深まって、こう実践地が見えてくるっていうところにつながってたっていうふうに言えるかもしれないなっていうのを思いましたね。なるほど、はい、いやこれはすごいですね。ではい、はい、学会発表してみてどうでしたか。僕も当日参加してましたが、滝さんはこの学会で、はい、賞をグッドプレゼンテーション賞、そうですね、模範的な発表に、を評価するグッドプレゼンテーション賞を受賞されていましたが、はい、そうですね、なんかこの今回の私の研究発表っていうのは、なんかすごい明確な結論が分かっていて発表したっていうよりも、結構本当に私が今実践途中のものをなんか、うん、お話ししましたみたいな感じではあるので、結構生煮えの発表みたいな感じにも言うんですけど、でも結構そういう実践なんですかね、実践中の話に対しても結構実際発表の時にはいろんなコメントをいただけたし、なんかこういう観点で考えてやってみるといいんじゃないみたいな感じでいろんなコメントをいただけたので、こう発表してみて印象的だったなと思って、なので何ですかね、私結構幅広い方からコメントいただけたのが印象的だったなと思って、なんでそこが何ですかね、なんかもう私の発表自体がすごい良かったかって言われると、本当生人間のこと発表しただけなんだよなって感覚もありつつ、こういろんな人がこう関心を持ってもらいやすかったっていうところで、こう議論がこういろいろ活発になんかなされるちょっときっかけにもなったのかなっていうところでは、なんか良かったのかなみたいに思っていますね。ただなんか結構そのコメントもらったことで、なんか自分の発表でなんかここがまだうまく言えてなかった部分かもなっていうところで気づいた部分だったりもあったので、なんかこういう実践途中のことを研究発表すると、こういろいろやっぱり、まあ、次にこういうところをもっと整理した方がいいかもとか、こういう実践をやってみた方がいいかもって気づきが得られるのが、やっぱり今回発表してよかったなと思ったところで分かりました。このあれですよね、足元の Y を問い直すだったり、はい、この情報デザイン部会そのものが自分が実践していて、はい、そしてその実践している人自身からしか見えないことっていうのをすごくまあ大切にしているなんか部会なイメージがありますよね。そうですね、つまり自分は関わらなくって、他者から他者の視点で客観的な視点で何か普遍的な知を見出すというかは、やっぱりやっている人自身にしか見えない知って何なんだろうと、そこを探っていこうよっていうような雰囲気というか、それを許容する文化があるので、うん、非常に、まあ、生煮え状態だったとしても、その面白さを分かってくれる方が多いのかなと。そうです、まさに、はい、私も今回発表して得るものがたくさんあったし、はい、発表してよかったなと思いました。はい、はい、ではですね、まあ、ちょっと時間もそろそろかなというところになりますので、ちょっと一旦このラジオでは私の研究発表話で一旦区切ってですね、ちょっとまた別の回で富田さんの研究発表を取り上げてちょっとお話ししてみたいなと思います。は
はい、ということで、一旦ここで締めたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。